世界最高の権威を誇るピアノのコンクール、ショパン国際ピアノコンクール。一流の演奏家を生み出してきたこのコンクールは、若きピアニストたちの憧れの場です。ある人は世界への飛躍を夢見、ある人はショパンの魅力に魅せられて、5年に一度のこのコンクールにやってきました。コンクールは15日間、極度の緊張や不安を抱えながら、総勢94人の参加者はそれぞれの思いを込めてショパンを演奏しました。今世紀のピアノ音楽の世界を牽引してきたショパンコンクール、2000年の今年、そこには新しい時代を担う若き才能たちのドラマがありました。ポーランドの首都ワルシャワ、1989年の民主化以来急激な変貌を遂げてきた町です。社会主義時代の面影も今は薄れつつありますが、国の経済の再建はこれからとも言われています。ワジェンキ公園、ショパンの像のあるこの公園は、人々が大切にしてきた憩いの場です。ショパンが生まれたのは1810年、ポーランドがロシア、オーストリア、プロイセンの3国に支配され、亡国の憂き目にあっていた時代です。ワルシャワ近郊の村に生まれたショパンは、20歳でポーランドを後にし、パリへ向かいました。そして、その後二度と祖国の地を踏むことはありませんでした。祖国ポーランドへの思いをピアノで綴ったショパンは、ポーランドの人々にとっていつも変わらぬ心の支えとなってきたのです。ショパンはもちろん我々にとって大切な作曲家です。みんな自分と同じ何かを彼の音楽の中に見つけるのです。ショパンの音楽の中にある民族の根っこは今でも我々の中に生きているんです。ドイツから来た友達にショパンがどんな人物だったか紹介しようと思って連れてきました。ショパンは私たちの誇りですから。10月2日コンクールまであと3日です。参加者が世界各国から集まってきます。夜12時近く、日本から大勢の参加者が到着しました。およそ15時間の長旅です。マリとまだ元気な方です。ちょっと疲れましたけど、いや大丈夫です。飛行機の中で寝てたの。間もなく若きピアニストたちの挑戦が始まろうとしています。コンクール会場の国立ワルシャワフィルハーモニーホール、第二次大戦で破壊されましたが、戦後元通りに再建されました。会場ではコンクール開始に向けてピアノ選びが行われていました。用意されたピアノは4台。音の明るさや艶、鍵盤の重さなど個性の異なるピアノの中から相性のいいピアノを見つけなくてはなりません。
気に入った楽器を見つけることは力を十分に発揮するための重要なポイントです。次の参加者が現れました。今朝中国から到着したばかりの李さんです。与えられた時間は一人たったの15分。ホールの音響に慣れるには少し短すぎる時間です。中国のユンディ・リーさん、先生に音の響きを確かめてもらいます。長期間にわたるコンクールでは参加者を支える先生や家族も大切な存在です。リーさん、ピアノ選びということを忘れているような弾きっぷりです。5年に一度のコンクールはワルシャワ市民も楽しみにしている、いわば町を挙げてのお祭りです。ワルシャワの音楽院、ショパンアカデミーです。音楽院の一室、地元ポーランドから参加するラドスワフ・ソプチャクさんです。現在18歳のソプチャクさんはポーランドの人々が期待をかける若者です。ワルシャワから遠く離れた北東部の小さな町から14歳の時にピアノを学ぶため両親のもとを離れワルシャワへやってきました。指導している河原先生は母親代わりのような存在です。実はソプチャクさんは自分のピアノを持っていません。いつも学校で練習をしているのです。自分を信じてはいますが、でも賞を取れるかどうかあまり気にしていません。コンクールに参加して自分を表現すること、演奏することによって得るものはそれだけで大切なものだと思っています。自分を信じているだけです。ソブチャクにとって今回のコンクールはいろんな意味でゼロからのスタートなんです。彼はこれまで大きなコンクールの経験もないですし、音楽を学ぶのに十分な環境もありません。ですから彼は自分が進んでいく道、成功への道を全て自分自身で開拓していかなくてはいけないんです。外国からの参加者にはこの音楽院の練習室が1日4時間割り当てられています。中国のユンディ・リーさんは現在17歳、国家文化部から派遣され国の代表としてこのコンクールにやってきました。リーさんは昨年16歳という若さでヨーロッパの国際コンクールで入賞しています。隣の部屋にはイスラエルからの参加者ダニエル・ワイマンさんがいました。彼の母親は昔ショパンコンクールで第2位になった世界的ピアニスト。ワイマンさんは最近母の影響を受けつつも自分らしいショパンをつかみかけているといいます。ルーマニアからただ一人参加するミハエラ・ウルスレアサさん、実はウルスレアサさんは
今回のコンクールで最有力候補と噂されています。ルーマニアで天才少女として世間を騒がせたのが7歳の時。その後、世界的指揮者クラウディオ・アバドにも音楽的才能を認められ共演したこともあります。すでに十分な経歴を持つウルス・レアサさんが今回のこのコンクールに出場するのは、まだ一度も訪れたことのないポーランドで自分の存在をアピールしたいと思ったからです。コンクール開催に向け、参加者一人一人の思いは高まっていきます。ワルシャワの旧市街地、イスラエルのワイマンさんと母親のディーナ・ヨッフェさんです。ヨッフェさんは1975年のショパンコンクールで第2位を受賞。ここを訪れるのはその時以来、実に25年ぶりです。自分が音楽人生のスタートを切ったワルシャワの地に、いつか息子を連れて行きたいと考えていました。もちろんショパンコンクールのことは母からだけじゃなく、いろいろ聞いたことがありました。楽しみにしていたし、結果がどうであれ期待しています。きっといい経験になると思います。音楽家にとって一番大切なことは自分の個性を確立することです。聴衆はそれを温かく見守らなければなりません。この変化の早い世の中ですから、私たちは若い人たちに自分らしさを出せるようチャンスを与えなくてはならないと思っています。ショパン国際ピアノコンクールは音楽コンクールとして世界で最も古い歴史を持っています。1926年に企画され、翌27年に第1回が開催されました。それは120年以上に及ぶ他国の支配からようやく独立を獲得し、民族統一の機運が高まっていた時期でした。1937年第3回には初めて日本人が参加。着物姿で登場した原千恵子と甲斐美和は人気を集め、原は大衆賞を受賞しました。そして第二次大戦後、コンクールはまさに黄金期を迎えます。1955年ソ連のウラディーミル・アシュケナージが第2位に入賞。続く1960年にはイタリアのマウリツィオ・ポリーニが第1位となります。その完璧なテクニックと研ぎ澄まされた感性は世界の注目を集めました。そしてアルゼンチンから彗星のごとく登場したマルタ・アルゲリッチ。情熱的で自由奔放な演奏は強烈な印象を与えました。同じ1965年、中村ひろ子が第4位入賞を果たします。1985年にはソ連のブーニンが優勝。日本でもブーニンの名は瞬く間に広がり、
ブーニンブームを引き起こしました。世界に一流のピアニストたちを輩出し続けてきた5年に一度のショパンコンクール。しかし実は85年のブーニンを最後に優勝者が出ていません。15年間の優勝者の不在は存続にも関わる問題となってきました。ショパンコンクールは単にテクニックが達者な人のためのものではありません。そういうコンクールは他にいくらでもあります。このコンクールではテクニックを要求すると同時にショパンの音楽の精神を自分のものにしているかどうかを重視しているのです。ピアノの詩人ショパン。コンクールに参加する若きピアニストたちはショパンの音楽の魂にどこまで近づいていくことができるのでしょうか。そして今年15年ぶりの優勝者は果たして生まれるのでしょうか。10月5日、今日から15日間のコンクールが始まります。コンクールは朝10時に開始され、途中3時間の休憩を挟み、夜10時近くまで続きます。ここ4、5回のコンクールはほとんど聞いています。25年くらいになるかしら。やっぱりショパンコンクールって華やかですよね、興奮するっていうか。ショパンが大好きなんです。ショパンは私の全てなんです。第一次予選は5日間、1日18人以上が演奏します。ピアニストの中村ひろ子さんと遠藤育子さん、共に審査員として招かれました。審査員はポーランド人8人を含む世界各国の一流ピアニストや教授たちです。日本の佐藤美香さん、ショパンコンクールと並ぶレベルを誇るチャイコフスキーコンクールですでに8位という好成績を収めています。しかしこの日のコンディションは最悪、38度という高熱を出してしまいました。果たして実力が発揮できるのでしょうか。佐藤さんが1曲目に選んだのは船歌。曲の出だし3小節が最も難しいと言われる曲です。どうやら弾き始めはうまくいったようです。第一次予選では練習曲などを含め4曲が演奏されます。審査は演奏の結果をイエスかノーで投票し、イエスの数が多い人から次の予選に進むことになります。Thank you.
ルーマニアのウルス・レアサさんとイスラエルのワイマンさん、2人は他のコンクールで一度会ったことがあります。調子よく演奏するソブチャクさん、少し気になっているのでしょうか。モニターを見つめるリーさんも真剣です。ブラボーの大声援、ダイナミックさと繊細さを兼ね備えたリーさんの演奏に聴衆は沸き返りました。I think it's good. You heard the reaction of the audience. Are you happy? Yes, I am happy because I think the audience like me play.But I wish maybe if I have the chance, the next round, I will play better. Good. ロビーにはリーサを待つファンが殺到。早くもコンクールの人気者になったようです。今も中国のユン・ビー・リーさんは素晴らしかった。10年前自分がこのショパンコンクールで弾いたのと全く同じ4曲を弾いていましたが、いやー、しっかりしたいい演奏でした。驚きました。本当によく弾いていたと思います。ショパンコンクールの熱心な聴衆をこれほど引きつけるリーさん、これまでずっと中国国内でピアノを学んできました。多くの参加者が欧米で学ぶ中、リーさんは異色の存在なのです。中国広東省の南端にある深圳市、リーさんがピアノを学んでいる町です。深圳市は20年前、鄧小平の改革開放政策によって経済特区に指定され、急激な成長を遂げてきた町です。ユン・ディ・リーさんが通う深圳芸術学校、文化方面にも力を入れている市が13年前に設立しました。国家文化部が今回ショパンコンクールに派遣するのは3名、中でもリーさんには国から一番大きな期待が寄せられています。学校のショーホールでコンクールに向けての特訓が行われていました。リーさんは昨年北京で行われた中国国際コンクールで中国人として最も優秀な成績を収めました。
そのため国からの大きな期待がかかっているのです。リーさんを教えているのはタン・ショウギ先生。リーさんが9歳の時から教えています。タン先生はいつか中国から世界的な一流のピアニストを送り出したいと思い続けてきました。还是有一定的自信，当然我还要尽更大的努力了，因为这个东西没有止境的。ユンディ・リーさんは親子三人暮らし。中国では共働きが当たり前ですが、ぐんぐんピアノの力をつけていく息子のため、母親は仕事を辞めました。リーさんは。ここ2年ほどの間に次々と国際コンクールで賞を獲得していて、今まさに伸び盛りなのです。コンクールにはいつもタン先生が付き添ってきました。コンクールは競争です。中国ではコンクールのことを交流とも言いますが、でもやはりその前に競争なんです。わざわざ人の後ろにいるようなら何のために参加するのでしょうか。もちろん我々中国人にとって外国主催の国際コンクールはそれがどのようなものなのかわからない面もあります。でも音楽は人類共通です。人間の感情は同じなのですから、外国の作曲家の曲でも音楽の中にあるものを理解することはできるはずなんです。5日間の一次予選が終わり、結果発表です。二次予選に残ることができるのは94人中36人。今年は全体的に技術的なレベルがとても高く、二次に残ることも例年以上に難しいと言われていました。日本の架橋武さん、合格です。そしてルーマニアのウルス・レアサさんも合格。残念ながらイスラエルのワイマンさんは二次予選に残ることができませんでした。リーさんは無事合格です。聖十字架教会、ショパンの心臓がここに眠っています。ワルシャワに帰ることなく、パリで生涯を閉じたショパンは、自分の心臓はワルシャワへ返してほしいと遺言に残しました。イタリアから来た参加者のアルバネーゼさん。少しでもショパンに近づきたい、そんな思いを抱えて多くの参加者がここを訪れます。第一次予選で最も高い点数を得たと噂されたのはロシアのアレクサンダー・コブリンさんでした。ピアノの名門モスクワ音楽院に通っています。国の体制も変化し、
現在のロシアでは音楽家のレベルが下がっていると言われている中での登場です。確かにソ連時代の体制は崩壊し、それによってピアニストたちへの影響は何かしらあったかもしれません。でもそもそもピアニストの世界的なレベルは5年前に比べると下がっていると思います。ロシアだけのことではありません。5年前にはホロヴィッツやチェルカスキー、ミケランジェリやリヒテルなど偉大なピアニストたちがまだ生きていました。偉大な世紀はもう幕を閉じたのです。私たちがこれから新たな世紀を築いていかなければなりません。二次予選には結局予定より2人多い38人が選ばれました。この日のトップは江尻奈美さん。ショパンコンクール2度目の挑戦です。前回は三次予選まで残ったキャリアを持ちます。もう一度ワルシャワの聴衆の前でショパンを弾きたい。江尻さんは再び参加することを決めました。ピアニスト、マルタ・アルゲリッチさんです。二次予選から審査員に加わりました。若い音楽家にとって、アルゲリッチは神様のような存在。演奏を聴いてもらえることは、名誉あることなのです。Then I had my friend Auer. I saw Eddie Auer was coming. Then I decided, then I'm coming. And, you know, and because it's year 2000, and, yes. you know, and because I like very much to...the Chopin competition, something about it. Sometimes it's maybe, it's very exciting, it's possible to hear some very interesting new people. Sometimes, of course, maybe not always, but I tried, so here I am. Yeah. And how do you estimate? But I hate the thing about getting up. It's a great sacrifice for me. ポーランドの人気者ソブチャクさん。会場には応援団が詰めかけていたようです。今日は遠くからお母さんも来ていました。今日の出来に満足したソブチャクさん、恋人と上機嫌で帰っていきました。そしてこの日、最後の出演者はロシアのコブリンさん。出番は夜8時半からです。If it's good nervous, because it can be very bad nervous, and you just
can't play any note, but it must be a very good note to concentrate to thinking about all everything and if it's okay. I think now I have a good note. See you later. See you. Bye. Good luck. Thanks.一次予選以上に調子よく弾いていたかに見えたコブリンさん、ところが突然楽譜と全く違う音を弾いてしまいました。動揺したのでしょうか、次々と隣の音を引っ掛け、なんだか音が濁ってしまいました。一次予選では絶好調だったコブリンさんですが、今度は不調に終わってしまいました。Destroyed. Well, I'm very tight. Both sides. Everything was very difficult tonight. Just maybe too difficult that I expected. 思うような演奏ができなかったコブリンさん、どんなに万全の準備をしていても、コンクールでは一瞬先はまさに闇。震災の影響が気にかかります。まもなく結果発表です。意気揚々と発表会場に現れたのは、中国の李さん。先ほどのミスが気になるコブリンさん、フィアンセとやってきました。発表前、審査委員長の挨拶がありました。皆さんに申し上げておきたいのは、二次予選に残ったことはもうそれだけで十分に成功に値するということです。残念ながら次に進めるのは12人だけですが、落ちてしまった人の中にも将来十分に活躍できる人がいらっしゃいます。今日落選してしまった人たちと同じ経験を私自身何度も経験しています。ですから私も落ちた時の気持ちはよくわかるつもりです。希望を捨てないで音楽を愛して演奏し続けていけば必ず道は開けます。審査委員長の温かい言葉でした。三次予選に残れるのはたったの12名。コブリンさん、かなり心配している様子です。41番のコブリンさん、合格です。ホットアンドの表情のコブリンさん、心配していただけに喜びも大きいようです。やはり一次予選よりか倍近い長いプログラムになってきますから、その間のその緊張感を持続させることができるか。で、最初の 1,2 曲聴いてて面白いと思っても40分聴くと飽きる人っているんですね。それから聴いてるうちにだんだんとうんざりしてきて、あ、もうね、この人がどんなに上手くても第三次予選ではもう聴きたくないなという不思議な、そういう気持ちにさせられる人もいるし、それからなんかまだ未完成だけどもう少し聴きたいなとか、今回不調だったからでももう一回チャンスをあげて第三次予選で聴いてみたいなとか、いろんな人がいるんです。ですから本当に混沌としてまいります。三次予選の課題曲はマズルカとソナタ。ポーランドの民族舞曲で独特のリズムを持つマズルカと対極ソナトという組み合わせでは表現力の幅が問われます。
I don't know, it's difficult now to know. Because when you finish playing, it's almost impossible to understand how it was. Because you have to get distance of it. I don't know. Yeah, I'm very tired. I cannot talk now, really. Can we talk later, maybe? Yes, thank you. 連日の緊張で参加者の疲れはピークに達しています。ルーマニアのウルスレアサさん、順調に三次予選まで進んできました。ウルスレアサさんのエネルギッシュな演奏スタイルはすっかり聴衆にもおなじみになったようです。思いっきり弾けて満足している様子です。Well, you can see. But you played with such an expression and so full of energy. How do you, from where do you take this energy? I don't know, from upstairs, maybe. From Chopin. ウルスレアサさんもコンクールの人気者です。 Thank you. Great success in finale. Thank you. Well, let's see and hope. Thank you. Okay, thank you. 三次予選が終わった夜、ホテルのロビーでピアノを弾くリーさんの姿がありました。リーさんが弾いているのは協奏曲、本選の曲です。よほど自信があるのでしょうか、それとも心配を紛らわそうとしているのでしょうか。まもなく三次予選の結果発表です。本選に進めるのは6人。その6人に選ばれるかどうかはその後のピアニストとしての活動に大きな影響を与えます。いよいよ発表です。中国のサーチェンさん、そしてアルゼンチンのイングリッド・フリッテルさんの名前が続きます。41番、コブリンさんも途中の不調を跳ねのけ見事合格です。中国のリーさんも無事合格。普段はおとなしいイタリアのノセさんも合格して珍しくはしゃいでいます。そして最後に佐藤さんの名前が呼ばれました。
佐藤さんは合格の連絡を聞いて笑顔でやってきました。後ろに隠れていたリーさんも安心して姿を現しました。でも残念なことに、ルーマニアのウルスレアサさんは本戦に残ることができませんでした。発表終了後、審査委員長に詰め寄る落選者の姿がありました。日本人でただ一人本戦出場を果たした佐藤美香さん。明日の本番に向けて最後の練習です。佐藤さんはショパンの作品を演奏することは得意ではありませんでした。あえてショパンコンクールに挑戦することによって、その壁を越えようと努力を続けてきました。やっぱり自分のプレッシャーとの戦いと、あと欲とか、なんかそういうものとの戦いですね。弾いてて、やっぱり最初はそんなに感じないんですけど、1時の時は、2時3時になるに従って、やっぱりコンクールっていうことと、あともう少し残りたいっていう欲とか、やっぱりそういうことをチラッと思ってしまう時があって、なんかそういう自分を無にするっていうか、そういう状態に持っていくのがすごい難しいし、自分との戦いだなと思います。本戦当日の朝を迎えました。指揮者のコルトさん、これから佐藤さんとのリハーサルです。本戦の課題曲は協奏曲、待ちに待ったオーケストラとの共演です。一人で演奏していた予選とは違い、協奏曲では曲のテンポや全体の流れなど、オーケストラと共に音楽を作っていかなくてはなりません。経験の少ない若い人にとって、思い通りの演奏をするのはなかなか難しいものなのです。午後5時半会場です。中国人の人はずっと応援してたもんですから、あと日本人の佐藤美香さんという方もぜひ入ってほしいなと思って。美香佐藤はまるでポーランドに生まれたかのように弾いていて、素晴らしいと思います。
最後に弾くのはユンディ・リーさんです。ユンディ・リーがとても良かったわ。ショパンはああるべきだわ。聞いていてとても楽しかった。コンクールの締めくくりにふさわしい演奏でした。ユンディ・リーはとても素晴らしかったと思います。音をピアノから十分に引き出していてとても感動しました。優勝してほしいですね。演奏を終え、ロビーへ出てきたリーさん。なんだか落ち着かない様子です。タン先生の感想を聞かないと安心できないのです。やっと見つけました。いつもは厳しい先生も笑顔で迎えてくれました。深夜0時半、ようやく結果発表が始まります。待たされた6人、すっかり待ちくたびれた様子です。いよいよ発表です。最初に名前が読み上げられたのは佐藤美香さん、第6位です。第5位はイタリアのアルベルト・ノセさん。そして第4位は中国のサー・チェンさん。ロシアのコブニンさんは第3位入賞です。第2位はアルゼンチンのイングリッド・フリッテルさん。そしてついに15年ぶりの第1位が誕生しました。ユンディ・リーさんの優勝です。18歳と12日という史上最年少、中国人としては初めての第1位獲得です。15年間世界の音楽ファンが待ち望んだ、まさに記念すべき一瞬です。
我每一部分都尽了最大努力了，虽然有时候有一点小小的失误，但是我觉得我已经表现得很好了，我没有什么遗憾。就算假如我没有想什么奖项这些问题，没有的，所以我非常高兴，而且我为我们中国人所解释的萧峰音乐得到国际的承认，特别得到波兰人民的承认，感到非常高兴。リーさんを祝福しに審査委員長ヤシンスキさんがやってきました。これからは優勝者にふさわしい演奏をし続けていってください。審査委員長の温かくも厳しい励ましの言葉をリーさんはかみしめています。15日間にわたり数多くの演奏が繰り広げられたショパン国際ピアノコンクール。不安や緊張を抱えながらも若きピアニストたちは自分の思いをショパンに託しました。そして勝ち残った人も惜しくも本戦に残れなかった人もコンクールの場でかけがえのない経験を得ていったのです。コンクールは彼らにとって試練の場であり、これからの自分自身を支える力を与えてくれました。ショパンへの憧れ、音楽へかける情熱、15日間の熱い戦いは若者たちの思いであふれていました。それは21世紀も若きピアニストたちが新たな音楽の世界を切り開いていくことを予感させるものだったのです。今年の10月、ポーランドのワルシャワで行われたショパン国際ピアノコンクール。5年に一度開催されるこのコンクールには、今回94名が参加しました。審査員も世界各国から集まり、日本からは中村ひろ子さん、遠藤育子さんが参加しています。次の世代を担うピアニストを見出す大切なコンクールです。参加者は日本からの23名のほか、中国や韓国からも多数の若者が集まりました。15日間にわたって行われたコンクール、本選は10月18日と19日の2日間でした。本選に残った6名の演奏を順を追ってお聴きいただきましょう。
Thank you.